皆さんこんにちは、今日はですね、ある方からいただいた、リクエストにお答えしていこうと思います。そのリクエストの内容というのがですね、小山圭史さんは、目が見えない中でどうやってギターを覚えたんですかという質問です。目が見えない人といってもですね、見えなくなった時期とか、あるいはその見えていた時に音楽の経験があるかないかとかですね、まあその他、もろもろですね、いろんなこう置かれている状況や、経験によってですね、習得の方法というのは違ってくるんですけども、あくまでも大山圭史は、こうだったというふうなです、ね、ことで聞いてもらえればいいかなと思います。僕は生まれつき、目が不自由でしたので、小さい頃は盲学校に通ってました。幼稚部からですね、ずっと通ってたんですけども、でその幼稚部に通っている時にですね、まあ、日常生活に、まあ、その音を聞く力をですね、養っていくことが必要ということで、例えばその先生がですね、ピアノでどの音を鳴らして、この音は何の音でしょうというですね、音を聞いただけで当てられるように、なるための訓練というのをですね、やってました。そのおかげでですね、ある程度は音を聞いて音階を当てることができるだけの力は身についたんですけども、で、僕はね、男の子で結構体を動かすことが好きだったので、子供の頃はですね、柔道が中心の生活をしていて、柔道とともにドラムも始めたんですけど、ギターとかを弾いたりすることはあまりありませんでした。でギターを始めたのはもちろん大人になってからなんですけども、その時の、幼稚部の時に受けた訓練というのが非常に役に立ってましてですね、今ギター持ってますけど、例えばギターの弦を鳴らしていますね。はい、でこの音がミシソレラミという音階だということは聞いてわかるんですね。でじゃ あのギター弾くためにはコードを押さえなきゃいけないので、じゃあC をじゃあ押さえようというときに、じゃあミシソレラミの中でいらないのは何かなというと、シレラ、これをですね潰していこうというふうな方法でですね、コードを作っていくことでギターを覚えました。でまず C はこう1フレットを2弦です、2弦の1フレットを押すとドになります。でレの場合は4弦の2フレットを押すとミになります。でラを、潰すためには、5弦の3フレットを押すとドになりますね。これで C の出来上がり、ね、この要領で他のコードもですね模索していくような形で覚えていきました。もちろんちゃんとした押さえ方とかですね、そういうのもあるので、そういうことに関しては、実際にギタリストのね先生について1年半ぐらいはちゃんとレッスンを受けて習ったんですけども、基本的にはこんな感じの我流でギターは、覚えていきました。はい、今の説明でですね、分かりやすかったかなどうかなと思いますけども、何かもし分からないことがあれば質問をねしていただければなというふうに、思います。新たなその試みとしましてですね、質問があった場合にはその質問に答えていくんですけども、ちょっとそれにちなんでですね、即興で歌も作ってみようかなというふうに思っております。で今日はどうやってギターを覚えたのかというふうなことにですね、着目したお話をしていきましたので、そのギターを始めたばかりの頃も含めてですね、そもそも先ほど冒頭で言いましたけども、子供の頃は柔道と並行してドラムも習ってたということで、音楽をですね、始めたばかりの頃などのこともちょっと思い出しながら即興で歌を作ってみようと思います。それでは行きます。ワン、ツー。僕が音楽を始めたのは小学3年の頃、
んの行動とフレーズを探してやっとできた曲は一生の宝物です。時には応援歌を歌って時には慰めの歌歌って自分の重い歌にしてこれからも頑張っていきます。自分の重い歌にしてこれからも頑張っていきます。自分の重い歌にして